中山プロ、はい、全米ツアー、女子オープン、全米女子オープンに出てるんですよね。はい、すごいですよね。じゃあもう世界で戦ってきたんですね。はい、やっぱ全然グリーンとか違うんじゃないですか。跳ねるとか言うじゃないですか。そうですね、なんか芝も違いますし、うん、そうですよね、はい、距離もすごい長い、ティング長かったです。うん、でもその分転がりましたね。硬い分フェアウェイも硬い、はい、硬いです。あ、そうなんですね、はい、難しそう、うん、行くきっかけ、きっかけ、はい、日本にはあの今はあるんですけど、うんうんうん、全米女子オープンの予選会がなかったんですよ。はい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 、なので海外に行って、うん、あの予選会受けに行って、でそこで通りました。海外の予選会に参加するってことをしたってことですよね。そうです。今は日本でその予選会がある、はい、なるほど。まあまあ、うん、ていうかかなり大変です ね、 そうですね。あっちでその本戦に出るっていうのもまた、うん、はい、なんで行こうと思ったんですか。なんかすごいもう海外が大好きで、はい、海外の試合に高校生の時に出た時に、海外でゴルフするのこんな楽しいんだと思って、はい、それですごい大好きになって、でいつか海外でプレーしたいと思いまして、それでどう違いますか、その面白さで楽しいと。なんかなんだろう、選手もすごい楽しんでやってるし、私は、まあ、坂田塾だったからスパルタでガーってやってきたんですけど、向こうの選手はすごい楽しんでゴルフしてるのを見て、はい、あ、こんなゴルフの仕方もあるんだと思って、うんうん、なるほど、はい、で楽しいくていいなと思って、はい、みんなすごいゴルフ大好きで、うん、はい、エンジョイしながらやってるなと思って。なるほど、はい、でもうアメリカに行こうと言って、はい、まあ、実現させてきちゃうというところですね。まあ普通ね、なかなかうまくいかないもんだと思うんですけど、うん、そういうのって、ね、実現させちゃうのがすごいところですね。ありがとうございます。もう最終ステージの時に、うん、なんか手の甲を疲労骨折してたんですよ。へー。で、なんかそれから結構怪我がずっといろんなとこ続いて、うんうんうん、でもまあなんかやれてて、でキューティー、まあ、トップの時もあって、うん、すごい。でそれからですね、なんかスランプあって、あって、はい、で今って感じなんですけど、はい、今後は、今後は、うん、なんかもう来年で10年なんですよ、プロになって。そうなんですね、はい、で結構周りからはどうするんだ、はい、どうするんだ、もういい年だし、うんうん、みたいな、10年だし、うん、みたいな、ゴルフはいつまで続けるんだみたいな。あ、でも私は全然やめる気もないし、うんうんうん、あの自分の中ではアメリカのメジャー勝ちたいんで。おお、かっこいい、はい、頑張ります。なんか、うんうん、なんか潔いというか目標がかっこいいですね。アメリカで頑張るってなかなか言う人いない気がします。ポイントでいける試合にいけるように、うん、はい、頑張って、おお、行くのが自分の中で今のビジョンなんで、はい、はい、頑張っていきます。海外での活躍を期待して、はい、こちらも応援していきたいですね。本当にかっこいい。頑張ります。まあ右のあのフェアウェイあたりを狙って運ぶ、運びます。あ、右、ね、
ですよ。まあちょっと沈んでた、左足下がりだったんで程度が出ると思って、まあこういうもっともっとってことですよね。そうですね、もっと見とかないといけないですね、うんうんうん、見たら見たでかかっちゃったりとかするんですよね。もうそこがゴルフの難しいとこですよね。難しいところはあるけど、うん、まあ、はい、面白いですね。そうですね行きます。雨が降ってきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。めっちゃ降ってる。ありがとうございました。ありがとうございました。18ホールありがとうございました。どうでしたか今日の撮影は。楽しかったです。私もすごいね、勝手に楽しませてもらったんですけど、もう行ったらいけないとこ何個か行ったんで、そこは全部チェックして、うんうんうん、もう、はい、ここに打つっていうところにだけ打てるように頑張っていきたいと思います。私もすごい、あの中山プロがなんていうんですかね、結構ツボが一緒なのかなというか、ふざけてても全然笑ってくれるので、なんか楽しい楽しいって言われてよかったです。今日のコースはやっぱりね、すごい長かったなと思いました。前半はちょっとかなり叩いちゃったんですけど、うん、後半はちょっと落ち着いて、うん、ダメだとかなりあの反省して臨んだので、まあまあいいスコアで慣れたんじゃないかなと思います。あとまあプロのパターのアドバイスももらって、すごいパターが全然良くなったので、それもあの動画にでも見たら分かると思うんですけど、すごい良くなったので、皆さんも決め打ちして打つっていうパターンのやり方はぜひやってみてほしいなと思いました。喋りましたね。喋りましたね。すごいいっぱい喋ってもらったんで、喋った後は結構ね、なんか嫌な感じでしたね。そうですね、うん、こんな楽しいゴルフも、うんうん、よかったです。よかったです、はい、私もすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ECC レディースは7月4日、5日、6日の3日間で開催されます。当日の様子は ECC の YouTube さんのチャンネルとスカイエーさんで生放送されます。さらにですね、6日最終日、リンゴルフの三枝心ちゃんも、当日ここに来てですね、生放送に参加しますので、そちらもぜひご覧ください。そして今日一緒にラウンドしてくれた中山プロも4、5、予選、そして6日最終決勝出てますので、
応援よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様ご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメント、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ここです。